田美子と申します。私の大きなテーマはコスモシンフォニーといって、このタンポポを種を未来の宇宙に飛ばした時にどんな命の営みがあるかということをテーマに書き始めました。でこの絵が私の一番最初のルーツです。というのはタンポポを生息しているタンポポがあったんだ。それが綿毛としてバーッと飛んでいって未来に行き、そして宇宙空間に行って、それがどんな形でしていくかというのを私は永遠のテーマとして書き始めました。そして一斉に咲くタンポポが綿毛となって飛んでいくというこの素晴らしい命のエネルギーの様をですね、ここに描きたいなと思って、ここにタンポポのつぼみと、そしてタンポポのお花と、そしてタンポポが綿毛になった時、そしてその綿毛から本当にこの羽毛がね飛んでいく姿を皆さんに見ていただきながら、そして必ず明るい未来に向かって、そして宇宙に向かって飛んでいくという、そういうことをイメージしながらこの絵を描いてみました。この絵はコスモシフォニー、ビッグバンというタイトルをつけました。宇宙の中で星が生まれて死ぬというビッグバンというあれがあるんですね。そこの映像をちょっと参考にさせていただいて、私はここがこの地球銀河系ですね、地球のがある銀河系からタンポポが本当に宇宙に向かって飛んでいくこの様をずっと並べて、ずっと描いていきました。そしてやがてその本当の星の精子生まれる瞬間のところまで飛んでいった時に、タンポポがまた次の生命を、宿すというかね、生命を宿して、また宇宙の中でまたタンポポのあれが生命の一段階線とが繰り広げてられていくという、そういう思いをですね、ここの中に入れて描いてみました。深い宇宙の中に明るい未来を見るような明るい色を、宇宙の色を使ってですね、光というものをテーマにしながら、このタンポポをこんな形で描いてみました。